はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは過去にですね何回か話したビートルがなぜ必須なのかというねことをねやっていきたいと思います。まあなんで必須なのかっていうのを見せられるような試合をねしていきたいと思います。今回もねよかったら最後までぜひご視聴ください。そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。やっぱりチビブルとかチビドラも借りるんですよ。ただチビドラに関してはお互いの育成具合によるんですけど、お互いが究極であればビートルが負けないでドローで終わって次の通常攻撃で借り取ります。で他にもなんだろうな、まあいろいろいるんですけど、借りるキャラは触れればサキュバスも借りるし、もちろん相手が吸い尽くしをしてるかしないしてないかっていうのは大事ですけど、一発撃ちましたね。オッケーオッケー。ユカに撃ってくれそうなんで、ここは任せましょうか。ナイスユカに、オッケー。ただベリー出そうかな。全然ビートルでもいいですけどね、こういう時に。入ってもいいですけど。範囲巻き込めるかなーってことで。ナイス大砲だけど、こういうとこっすね。あー、スライム食べちゃったか。ユカにも持ってるっぽいな、これ、一騎打ち。長い子切って。ナイスヘッジホッグ、ヘルベロスも取って、これまだ1体目ですよ。このビートル、このビートル1体目ですからね。これスライムもね、こういうね低火力のキャラはねもうボコボコですね。ほぼ食らわずに倒しきるっていうこの強さ。ナイスブルドラ崩らして奥倒して出てくるのはそいつか。そいつはダメな、危ない危ない。飛びまくられてた。さあ、雨雲、カメラ押して。カメラよ。オッケー、偉い。偉い偉い。倒されちゃうけど、十分頑張った。いいね、いいね。ナイス、それで、スコアドア行こうか。よいしょ。フォワードラは出した。あとは、あ、取られてるな、走らんけど。なぜそこから殴られる？なぜ殴った、あいつ今。あ、ビートルさん、ちょっと、おお、一騎打ちした。これ倒せるんじゃないの、もしかしたら、レブラ。うちのビートルメイトも見ない。あ、惜しい。お、そんな、あれですね。都合のいいことはなかったかもしれない。よいしょ、倒していって。ナイスね、チョック。あとは、ね、あいつをなんとかしないといけないですね。おお、OK、OK、OK、偉い偉い。あ、危ない危ない、これが。このアメコ切って。バイクは守って、バイクから守って。ここっすね、大事なのは。チビブルは切ってます。このチビブルがどこまでやれるか。落ちた。これ攻めらんないかな、詰め切れるかなと思ったんですけどね。おお、まだある、時間ないかな、危ね、押すとなかった、危ない危ない。これでワンパンではないのかな、どうなんだろう、わかんないですけど、あ、ワンパンではねえわ。いや、惜しいな、惜しい。そう、低火力のキャラに対してすごい強いですね。あと状態異常とか、まあ状態異常かかっちゃうんですけど、一騎打ちの確率の方が高いんで、一騎打ちでバンバンまくる、そんな感じ。よくビートルのアビリティどうですかっていう質問があるんですけど、ビートルは必須だと思ってるんですよ。で、絶対に引きたいキャラなんですよ。ただ、固定するキャラではないんですよ。まあ、理由がありまして、固定するキャラは、基本的にどこでも使えるだけじゃなく、大型もね、なんとかしたいですよね。できれば。ただ、ビートルの場合って、大型はなんとかできるキャラではないので、はい、ビートルを固定しちゃうと裏で引くキャラが大型を何とかできなかった場合にきつくなってしまうっていうのがあって、とりあえずこのアイスね、ゼウスいるからねあんま行きたくないんですよね本当は。ただ行っちゃおうかな、ゼウスいるの知ってんだけど、
知ってるんですよ。知ってるんですけど、他にね、助けてるのがないので、ナイスカニ、オッケー、素晴らしい。パワードラフォーク、やったらいいですね。これでブルドラもいけるんじゃないかな。相手がね、あのレドラとゼウスって言って、こっち相性クソ悪いんで、早めのフォアドラで。しかもこの位置に切った理由が、あのゼウスを出された時にゼウスが取り出に来れないってことですね。すごい大事なこと。ケルベルその取って、第一切りは痛いけど、ダメージ報告でないんで、関係ないですね。大砲打ってくるが、使っている。素晴らしい。これが素晴らしい。マジで。さあ、フォアドラが行く。これはもう無理っすね、相手。絶対に無理。今回カニ置くんじゃないかな。ナイスカニ。いや、もう無理っすよ、これ。マジで無理。さて。ここで、キャラ重ねて、OK、倒していく。で、こっすね。恨み大将が変わったら、ビートロック。これがすごい強いですね。ユキンコ下側から置きましょうか。これで重慶者も見れるし、取り手の前にも扱ってくれるんで。で、これ取ってくれると。素晴らしいですね。ナイス、激流。これでも狙っていきましょうか。で、このね、ビートルがね、取るんですよ、これを。動かしてくれたりするんですよね。あ、やられちゃいましたけど。そう、これをね、なんかキャラが来てもね、どかしてくれたりするのが本当に偉いっていう、あれなんですけど、ただ、相手もだいぶキャラいますね。多くはね、カモなんですよ。オッケー、これがやりたかった。さあ、応援を切って。これは干渉コースですね。どうかな。さあ、いい感じ。豆攻撃で、倒していく。さすがに、ケルベロスは痛いので、重剣士取るだけで。あ、干渉行きたいですよ、干渉。どうかな。ブールが生きてるのでかいなマジで。ナイス干渉。いや、いい感じですね。苦手なキャラとか、あとケルベの横差しとか、まあ、キラービーもそうですけど、安全に刈り取ってくれる。やっぱそれが強いですね。結構ね、ビートルのいいところ見せられてるんじゃないかな。あとは4コスが出てきたらすごい嬉しいですけどね。そしたらその4コスをね、ビートルの体力を残して倒してくれるんで、それをね、見せられたらね、いいかなとは思うんですけど。とりあえず大型戦で絡められるキャラが欲しいんですが、なかなか引けず。足キャラが3本。こういうことが起きると、やっぱあれかなっていうのが、はい、ビートルを固定する上でのリスク。強いんですけどね、キャラ自体は。トレンドですね。ゆかりが大砲打ちましたが、あれはちょっと遅い。ネズミを置くで恨んでもらって、さあいいダメージ受けましたね。ワイバーン2人持ちか、ちょっと面倒くさいな。でお相手があれ野良っぽかったですね、この感じは。さて恨み切りで消します。対空はない感じかな、多分ないですね、これ。見てる感じ。パワードラ行きましょうか。うん。ああ、いいっすね、ビートル。ユカリも引いてるの面白いな。ブチギレ中のラビットは結構嫌っすけどね。耐え切ってくれたら嬉しいけど、どうだ。そうだ、えらいマジで狙われますけどね、これさすがに。おお、避けたんだけど。やば、めっちゃ使われてるじゃん、コスト。素晴らしいな。あー、待って、ハーピーいたの。ハーピーいたんか。落ちますって言ってくれてる。任せましょうか。ずれてんな、あの。さて、ここ大事なんですけど。おお、取らせてくれた。コースないっぽいね。フォアドラにいっぱい落ちましたもんね、相手。ネズミさんも使っちゃったんで、そこだけどうしようかなって感じだけど。あー、ちょっとやだな。コラボネック合わせよう。ビームつなよ。オッケー、ない、ナイスで、麻痺。素晴らしい。あー、素晴らしい。あー、素晴らしい。このドハツテもね、もうやろうと思えば刈り取れるんですよね、ビートルで。さて、いい感じですね。相手ワイバー2人持ちで対空になってどうしようかと思ったけど、まあフォワードが倒してくれた。うん、
いい感じいい感じ。今の試合はフォワードが頑張ってましたね。多く引けたのも良かったですね、イカリンが。さあラスト行きましょうか。ラストもうビートルね、楽しいですよ。とにかくぜひ使ってほしい。なんか個人的にはスライムレベルに必須だと思ってるんですよね。持っとけば困らないキャラなんで、まあ、さっきも言いましたが固定するキャラではないんですが、こうなっちゃうと大型倒せないんで、重剣士しかいないんですけど、相手がゼウスが倒さなくなっちゃうんで、固定するキャラではないんですけど、かなりね、おすすめしたい。おっと優勝旗持ってる、誰だ、誰か分かんないですね。ネズミ、バージンさんか。でもバージンさんいつもあれだからな、あのアーチャーミスってな、バージンさんいつもあれやってないからな。あ、オッケー、タゲスラッシャー、ナイス。ただ、うん、なんだ、マンドラがいいのかこれ。ちょっと面倒くさいのでフォワードいきます。レドガーか。うん、とりあえずこれ倒した。さすがにでも痛いですね。防具ダウン入ってるし、防具ダウンじゃねえ、防御アップか。なんかやられてんな、ブルドラ。マジかよ、これまずいぞ。タタンが倒せるキャラがいないっていう現状。これ取ったのは偉いんですけど、サタンを倒せるキャラ引いてないんですよね今回。アンチャフォアナイス、素晴らしい。これマジ素晴らしい。これ倒せるのでかいな本当に。いいよいしょ。うわ取られてる、それまずい。ナイス、よくそこ押さえてくれてるの偉いですね。これで取り返して、オッケーオッケーオッケー。そこでね、ネズミを奪えるのがね、マジでかいっすね。裏は取られてんのか、一応。ナイス、奥。これ、オッケー、偉い。ビートルもね、アラリンも強いんで。まさかのここから逆転できるのか。上はアラレちゃんが、あ、じゃあ下はアラレちゃん行ってくれてるんで任せましょうか。相手結構嫌そうっすね、俺。オッケー、出た出た。あの、剣士が死ぬ瞬間のなんか取れちゃうバグ。あ、ラッキーラッキー。さすがに死にますね、あの体力は。ほら。もういけますね、これは。よしよし。誰だろう、わかんないですけど。優勝アバターに勝てる。ナイス。オッケー、今日ワンパン入りましたね。もうキャラはデビルしかいねえわ。デビル削るの遅いからな。出してもしょうがないかもしれないですけど。爆押し止める係。うん、干渉は無理ですね。アシュラがめちゃくちゃ無双してるな。よし、いい感じ。うん、ナイス。パンデミックピクニック、まあいいところを見せられたんじゃないでしょうか。トロールもしっかり倒しきって、はい。というわけで今回もね、皆様ご視聴ありがとうございました。今回やっていたのはサムライビートル、まあ必須だよっていうね話をしたと思いますが、それがどれだけね強かったのが伝わっていれば幸いです。まあ、かなりおすすめ。ただ中途半端は弱いので、育成するならばしっかり育成してほしい。中途半端で止めちゃうと本当に弱い、使えないキャラになっちゃいます。そこだけね注意してください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。